はい、おはようございます。私鉄です。異次元フェス2日目の朝を迎えました。はい、ただいまの時刻はですね7時20分。ちょっとなんかめちゃくちゃ声ガラガラなんですけどもね、今日もまた最高のねライブになるようにまた、頑張っていきたいと思います。はいね、一応ね、まあ今日の予定としてはですね、まあ、まずは秋葉原の方に行きまして、そっからですね、また、東京ドームの方にまた参戦していきたいなというふうには思います。はいね、二日目も最高のライブになるようにね、やっていきたいと思いますので、また今日も一日よろしくお願いいたします。うし鉄てん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 の日常。おはようございます。さあ、というわけでね、秋葉原にまたやってきましたということでね、いつものね、この通りを歩いてね、ラジオ会館、そして、こちらが、ゲーマーズと、そして、向こうにはアトレ、これ、ね、向こうにはモノデンということでね、もういつも通りね、もうやっぱりね、もういつもね、私も秋葉原来た時はもう本当にめちゃくちゃもう興奮しますね。はい、ちょっとね、ちょっとね、まあこれからね、まあ今日ね、まあ秋葉原プラプラでね歩いていきたいと思うんですけど、ね、ちょっとね、お店、ちょっとね、あの秋葉原のお店ですとかね、いろいろね、時間がねまだあるということでね、ちょっとね、まずはまた、神田明神の方にね、またお参りをね、行きたいと思います。さあ、というわけでね、もう神田明神といったらもうここじゃないですか。もう男坂の方にやってきまして、ということでね、またいつも通りですね、まあ、それね、いつも神田明神行くときはね絶対にここから行くんですけどね、またこちらの方からまた、神田明神の方、お参りしていきたいと思います。はい、にしてもね、今日は本当にね、また雲一つない青空でね、いやね、本当に良かった。しかもね、また今日もすごく暑いということで、もう今日はね、もうこれまたあゆむちゃんのジャージと、あとね、このボタリッテのね、あの T シャツ、これもうだけです。もうこれだけでね、もうまた今日いろいろ、まあ、回っていきたいなというふうには思います。いやね、ね、だから応援して、やっぱりね、ここからね、もう登るのがやっぱ神田明神のまあ醍醐味じゃないですか。ちょっとね、あのきついですけれども、ちょっとだいぶきつい、ちょっとね、だいぶきついんですけど、やっぱもう、やっぱり逆にね、ここから登ってね、登るね、あとね、後ろ見たらね、それが、なんだろう、やりがいですかね、ちょっと、そういう気がするんですけどね、はい、登りました。さあ、こんな感じです。明神男坂ということで、いやー、いいですね、やっぱりこういう達成感じゃないですか。達成感、なんだろう、どう言ったらいいかな、達成感ですかね、前、もうここからね、またお参りしていきたいなというふうに思います。はい、今日はですね、まあ日曜日なので七五三でね、訪れる家族連れの方もいますし、あとですね、やっぱりね、あの異次元Sス参戦する人もね、結構ちらほらいる感じですね。はい、そしてね、ちょうど向こうには、はい、ちょっと奥の方になるんですけども、ね、奥のこちらの方にね、スカイツリーも見えております。ということでね、またちょっと今度これ七五三の人が通り道ですね、ちょっとこちらの方を開けましてちょっとね、またお参りしていきたいなというふうに思います。さあ、ちょっとですね、また秋葉原の方でまたいろいろとね歩きましてね、ただいまの時刻が、12時6分ということでね、またね、これから次はですね、また科学技術館の方に行きたいと思います。はいね、なんでね、今回科学技術館の方に行きたいかというとですね、実はですね、そこでだからね、いろいろまあ展示とかあるので、ね、またそちらの方にまたお邪魔したいと思います。というわけでね、今回はちょっとね、まあ自転車でね行きたいと思います。はいね、自転車なんですけれども、そうです、自転車はね、やっぱ本当はね、一応電車でもね、まあ、行こうかなというふうに、まあ、考えたんですけど、まだね、一応調べた感じではなんか自転車がなんか便利だそうなので、ちょっとね、また自転車の方で買いたいと思います。というわけで、今から科学技術館の方に向かいます。さあ、ちょっとね、今ね、日本武道館じゃない、そこですね、科学技術館のところに行ったんですけれども、展示2時間待ちです。はい。いやね、ちょっとね、これ、まあ、さすがに、ちょっと待てないんで、ね、ちょっと、今回ちょっと残念なんですけど、ね、もう、行かずにも、戻ります。東京ドームに。はい、ちょっとね、本当見たかったんですけどね、ちょっとね、もう、時間がね、押し押しなんでね、ちょっと、東京ドームの方にまた行きたいと思います。牛鉄てん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 の日常。さあ、
1日ぶりにこちら東京ドーム戻ってきました。はいね、まだね会場からね時間があるので、またね、いろいろとたくさんの方でね交流していきたいと思います。さあ、ということでですね、無事に、たくさんのね方と交流の方をまたさせていただきました。ということで、ただいまの時刻は3時38分、ちょっと板場がずれました、すみません、はい、ちょっとね、ただいまの時刻3時38分ということでね、いよいよ、ドームの中ねまた入っていきたいと思います。さてね、今回の座席はスタンドでございます。今回は今日ですね、今日の座席はスタンドの一塁側の方ですね、はい、そちらの方に座っていきたいと思います。はいね、さてね、スタンド側はね、どんな感じに、ね、見えるのでしょうか。こちらもね非常に楽しみです。ということでね、2日目です、いよいよ2日目ね、もう最高のライブにまた2日目していきましょう。ということでね、それでは東京ドームの方向かっていきたいと思います。さあ、こちら21番ゲートの方から入っていきたいと思います。ということでね、今日はレッツ最終日です。いよいよね最終日にね、なお走らんようなね最高な最高な最高なライブにね、それでは声援出していきたいと思いますので、最終日レッツよろしくお願いいたします。それでは行ってきます。さあ、ということでデイ2終わりましてお疲れ様でした。ということで、いやーね、もう全てが最高な最高なライブでしたよ。いやーね、もう本当にね、もうこのライブね、もう両日賛成してよかったねというふうには思います。ということでね、ちょっとね軽く感想としては、まずね、まあね、本当にね一番、まあこの今日のMVP 曲といったら、まずね、もう一つ目が、そうですね、まず、ローランですよ、ローラン、ビクトリーロードをね、なんと、虹ヶ崎と、リエラと、アクア、そしてね、あとアイマスとかでね、すべて3シリーズでやるという、いやー、もう最高じゃないですか、もう、ね、まさかそれを歌うとはというふうにはね、思ってましたね。あとね、次、2つ目が、これですね、コットキャンディー AAO、それです、ルビーの。ソロ曲です、ね、これはね、なんとまた他のグループとかバスシリーズとね一緒にやるという、もうね、なんだろう、もう最高にいいね、もういい組み合わせでしたよ。もう本当に良かった、本当に良かったです、ね、しかも次はこれね、なんとねアイマスシリーズがスノハレを歌うというね、もうまさかアイマスがスノハレを歌うとはね、そう思ってもいませんでした。いやね、もう私ね、ミューズは本当にまだ知らない世代なんで ねもう何よりもウルトラオレンジにね光るところがもうめちゃくちゃ感動的でしたよ。はいね、あとはね、あともう最高です。もう最後はね、異次元ビッグバンがあってね、無事に2日間終わりましたということで、ね、もう素晴らしいライブをありがとうございますね。アイドルマスターシリーズを愛する皆さん、そしてラブライブシリーズを愛する皆さん、そしてキャストの皆さん、ね、それに関わる全ての皆さんに感謝するようなライブとなりましたということでね、まあ、結び、まあ、今日の、ね、この動画の結びとしてはまあこんな感じかななんですけど、ただいまの時刻が、まあ、9時、まあ、10分近いんですけど、今からねまた打ち上げの方にねまた参加させていただきますということでね、今度はあの駅、お茶の水、お茶の水じゃない、あの水道橋の駅に近いところなので、またそちらの方に向かいたいと思いますので、今から打ち上げ会場の方にまた来たいと思います。牛鉄点点点点点点の日常、本日お集まりいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様でした。行こう、はい、今日の店としてはねこんな感じです。中華がね、基本なんですけど、ここね、そうです、これ元祖羽根付き餃子という、ちょっとね今隣にないんですけど、これ、ね、羽根付き餃子のね元祖もこちらニーハオさんというお店だそうです。さあ、ということでですね、ちょっとねまた今回もまた電車ね
時間があるので、ね、またねちょっと残念ながら途中、ね、退席なんですけれどもね、すごくね楽しいこちら打ち上げでしたということでね、もうあとは帰るだけですね。では今からまた親戚宅の方に戻りたいと思います。チャンネル登録してね。さあということで無事になんとか帰宅してきました。はいね、もうすごくねもう充実したライブ内容、そしてねたくさんの方々と交流できた2日間でした。さてね次からは感想についてを述べていくんですけれども、そちら感想の様子につきましてはまたパート3の方でお送りしますので、ぜひねチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ということで本日は EGMS アイドルマスターラブライブ歌合戦賛成動画のパート2、デイ2の様子をお送りしました。ということで本日の動画はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは次回の動画で会いましょう。さよなら。